今日は今年で最後となる大学入試センター試験の最終日です。一部の地域では強い冷え込みが予想され、大学入試センターは寒さ対策を整えて試験に臨んでほしいと呼びかけています。大学入試センター試験の2日目は、午前9時半から理科と数学が行われます。1日目の昨日は東京都内の会場で。 蛍光灯が切れ教室を変更するなど全国で合わせて206人に対し試験の開始時刻が繰り下げられました世界史 B の試験では出題ミスが1問見つかり受験生全員に2点を与える措置が取られることになりましたまた英語のリスニングでは受験生が危機の不具合を申し出るなど合わせて109人が再テストを受けました来年からは 大学入学共通テストが導入されるためきょうが最後のセンター試験になります。